エスキバトンは、アイスランドの中央高地にある面積11、経平方メートル、水深224メートルの湖である。アイスランドで最も深い湖である。エスキバトンは、バトナヨークトル氷河の北東にある火山アスキャの河口に、水が溜まってできたカルデラ湖であり、その名前は、アスキャの湖の意である。すぐそばに、別の河口コビティがあり。 どちらも1875年の噴火で形成された火口である。アスキャは中央高地の砂漠地帯に位置しており、一帯は全く居住に適さない。そのため、この噴火で知られるようになるまで歴史上の記録がない。湖面はカルデラ全体の底部よりさらに50メートルほど下である。付近では活発な火山活動を見ることができ、湖の一部は陶器でも凍結しない。ビティは エスキュバトンのすぐ北東にあり、大きなクレーターであるが、その底に小さな火山湖ができている。火山ガスの噴出が活発で、湖水は暖かい。1907年7月10日、ドイツ人研究者のドイツの研究者、バルタンフォン・クネベルとマックスル・ドロフが、エスキュバトンを小さなボートで調査中に消息を絶った。フォン・クネベルの婚約者であった。 イナフォン・グルムブコフは彼らの調査の足取りを追ったが何も見つからなかった。この2日前にアイスランドの電信ケーブルが海岸近くで火山活動により不設以来初めて切断された事故があったことから当時は火山活動によるジスベリーなどで遭難したのではないかとされたが火山ガス中毒による遭難の可能性もあり詳細は現在も不明である。ありがとうございます。